はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分で表された関数丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトル始まって2本目です。で、次回からはねまた名前とタイトルが変わるんですけど、で、今回も2問、前回とちょっと違うタイプね問題を2問やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、前回もね2問やってったんですが、まあ、タイトルにあるように積分は使っていきます。まあ、定積分をね使っていくんですけど、まず1番は特徴としてね、これ両方とも有名な問題なんですけど、特徴として fx が 3x2 乗マイナス2インテグラルマイナス1から1の ftdt と、こっちに fx あるんだけど、ここにインテグラルが入ってるんだよね。で、その時に関数 fx を求めようっていうタイプの問題です。で、もうこれが来たらこうしようっていうやり方があるんですけど、これね、この部分あるじゃん、インテグラルの部分、ここを定数で置くんです。まあ、文字をもう使ってね、例えばこれだからインテグラルマイナス1から1の ftdt、 これを a とかって置きます。まあ、括弧定数ってつけた方がいいんでしょうけど、まあ一応ねこうやって置くと、で、これがスタートで、これを置くと何が起こるかっていうと、今置いてるからさ、ここが a になるじゃんか。で、fx をちょっと書き直すと、置いたから fx イコール 3x2 乗、これね、で、マイナス 2a になるじゃん。こうなるでしょ。まあ置いただけね、今 a でね。ってことは、これ次書かなくてもいいんですけど、fx がこれなら ft は x が t に変わっただけなんで、こうなるよね。 a は変わらないよ、もちろん x が t に変わっただけだから。ってことは ft がこれなので、この式の ft のところにこれをポンと入れてあげるんです。いい。そうすると何が起こるかっていうと、一回書こうか、ちゃんとね、ft がこれなんで 3t2 乗マイナス 2a イコール a になります。ごめん dt 抜いちった、ちょっと待ってね。 dt イコール a と、で、左辺は普通に解くことが、積分でね解くことができるので解くと、で、これ積分すると t の3乗で、これは定数だからね、数字なので t がくっつくだけです。こうやって、もしこれがマイナス2だったらマイナス 2t になるじゃんか、そのイメージで大丈夫、数字だと思って今定数だから。で、これの1からマイナス1とで、イコール a になります。で、これに数字をね代入して解いていくと、左辺まず1入れるから、これちょっと下入ってるかな、あ、大丈夫だね。1マイナス 2a 引くことの下入れますね。マイナス1入れるとマイナス1プラス 2a イコール a となります。で、これ多分下がねちょっと狭くなっちゃうから、こっち行こうか、こっちに行って、これ整理すると、まず待ってね、マイナス 2a マイナス 2a で a 持ってくるとマイナス 5aで、1と1でプラス2で持ってくるとマイナス2、つまり a は5分の2ってことが分かりました。で、結局今何求めたいかっていうと fx 求めたいんだよね。で、 fx って今こうじゃん、いい、こうやって置けてるからさ、ってことは a のとこに5分の2を入れてあげれば a も消えるから、つまり答え fx イコールここね、3x2 乗マイナス2と5分の2をかけるから5分の4、これで正解となります。で、なんかここにね戻すのがあんまりピンとこない人もいるので、だったらこっちに戻すイメージがいい。もともと fx ここにボンって書いてあるから、この部分を今 a って置いたでしょ、
で、この部分が今5分の2って分かったから、じゃあ fx イコール 3x2 乗マイナス2と5分の2をかけてマイナス5分の4っていう、そっちのイメージでも構わないですけど、という解き方になります。いいかな、ここを文字で置いてってやっていく。覚えちゃうとね、そんなにどうってことはないんですけど、ちょっとね、多少ややこしいですね、慣れるまでは。まずこれが1番で、2番が入るか非常に心配になってきましたけど、2番はシンプルです。 fx がインテグラル1から x のカッコ 2t2 乗マイナス 6t マイナス 20dt のこいつの極大値求めます。極大値だから、まあ極値関係だよね。だから、増減表を書いたりとかしなきゃいけないんですけど、これ前回の動画でね、これ覚えてねって言ったやつです。数字定数で x インテグラルになってる定数から x の時にこいつを微分すると、この t のとこに x がついたものが出てくるんだよね。ってやったじゃんか。ってことはちょっとこっち置いとくよ。あ、こっちも書いちゃうか一緒に。今この式の左辺も右辺も両方微分します。いい微分。そうするとこっちは微分するんで、普通に f'x になるでしょ。もちろん fx を微分したら f'x だと。で、右辺はさっきも言ったように定数 x になってるので、微分すればここに x を入れたものが出てきます。 2x2 乗 6t こうやって。で、f'x が分かれば増減表を書きたい。これも微分の時に勉強しましたけど、増減表を書くんだったら f'x イコール0を解くんだよね。で、これを解くと x イコール、イコール0つけて2で割ると、ちょっと待ってね、 x2 乗マイナス 3x マイナス5じゃない、10だね。で、イコール0と、括弧の中がマイナス5と2か、いいね、マイナス5と2だから x イコール5とマイナス2になるのかな。で、これ使って増減表を書きます。今回グラフは書かなくていけるので、極値だからね。だからちょっと黒使おうか。下がちょっと入りきらないかもなんで詰めますな。 x と f'xfx と、で、マイナス2と5の2箇所が、あのね、切れ目になるので、マイナス2と5、もうね、ほんと前やった時と同じっす。で、その時 f'x が0で、値も出したいとこなんですけど、これ結局今回極大値だけなんだよ。極値を出せだったら両方必要なんですけど、片方だけで済みます、極大値だから。だからまずちょっと書かずにプラスマイナス調べちゃいます。で、 f'x がこれなので、例えば右100とかいつもやってるけどね、でっかい数入れると、ここの2乗がめっちゃでかくなる、プラスでね。例えば100を入れると x2 乗1万なんで、こいつ2万なんだよ。ここに何がマイナス来ようが打ち消せないから、2万は。だからプラスって分かる。で、こっち側のマイナス100とかもそう、マイナス100入れても2乗したら1万でプラスになっちゃうんだよね。プラスがめっちゃ強くなるっていう。だからここプラスで、ここ0がね入るから、0入れるとマイナス20が残るからマイナスだと。つまりこうなるからこうでしょ。で、増減表からも分かるように極大値はここです。こう切り替わるとこだから、こっち極小値ね。だから両方極値を出せだったら両方書きます。 x イコールマイナス2の時極大値いくつ、 x イコール5の時極小値いくつです。でも今回極大値のみなので、こっちだけ出しに行くと。で、ここどう出すかっていうと、 x がマイナス2の時って分かってるんで、もうあとはマイナス2を入れるしかない。 fx ここにね、マイナス2を入れて書いていくと。で、一応やろうか。1からマイナス2のこれなので、もう積分しますね。こっからこれ分数じゃねえ、そうだね、3分、ちょっとちっちゃくよ、 t の3乗で合ってるかな、合ってるね。で、マイナス 3t2 乗マイナス 20t の1からマイナス2ですね。で、入れるとマイナス2入れようか。おっと、これででけえな、おい。マイナス3分の16入れるとプラス4だから、マイナス12プラス40引くことの3分の2マイナス3マイナス20と。これ下は、あ、でもちっちゃかったら入るかな。
ここ分数同士マイナス3分の2、マイナス3分の16、マイナス3分の18だから、あ、いけんじゃん、マイナス6だ、分数消えたね、 OK。 で、ここが間違いたくないので丁寧にいきます。28、こっちがマイナス23でプラス2があるからプラス23ってことは、45だね。ってことはここ45なので、最後答えいけるか、 x イコールマイナス2の時、極大値45入ったね、 OKOK という感じで解いてください。でもさっきも言いましたけどね、極値って言われたらこっちも必要なんで、こっちの値も出して x イコール5の時、極小値ほにゃららという答えを導いてください。いいかな。では今回は高校数学数2の定積分で表された関数丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からね、タイトルが変わって定積分と面積かな、そうです。で、まあ定積分って言ったら面積だよねぐらいに、面積の問題いっぱいあるんですよ、いろんなパターンが。で、それをね、まず一つ目からやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。